どうもドズルです。はい、ということで久々にやってまいりましたスーパーマリオオデッセイのお時間でございます。いや大変申し訳ございません。1週間ほどねちょっと忙しくてスーパーマリオオデッセイ更新が止まっていたんですけれども、今日からまたやっていきたいと思います。裏ステージまでねあと少しなんで、今日もムーン集め頑張っていきましょう。で前回やったあのコインを取ってしまうと即終了の、スーパーマリオオデッセイ実況シリーズ結構ね好評だったんで、今日もコインを取ったら即終了と、させていただきたいと思います。まあ、なるべくコインを取らないようにねたくさんのムーンを集めて頑張っていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。さあということでやっていきましょう。今日はね都市の国ニュードンクシティやってまいりました。結構ね至る所にコインがコインがねあの紛れているので、コインを取らないように細心の注意を払いながらね、今日も頑張っていきたいと思います。ドキドキ。さあということで参りましょう。危ない危ない、こんな飛んでたらね危ないよ、飛んでたらやられるんで。さあということで、近くにあそこになんかムーンがあるって書いてあるな。どこだ、ここ、この下、何、怪しい怪しい、ちょ怖いな、怖い怖い。コインを取ってしまわないように。これなんか市長が、市長なんか言ってる、ヘロー市長久しぶり、お待ちしておりましたマリオさん。次の国でもご活躍でしたね、本当にすごいお方です。そんなマリオさんに私のことも少し知ってほしいので、クイズをしませんか。クイズ、ポリン市長、じゃあやってみようか。はい、では行きますよ。問題です。今日のディナーは何を食べるつもりで、知るかい、知るかいですね、これは。圧倒的知るかい。え、この葉サラダ、キノコソテー、フラワーシチュー。まあ、どれもマリオにあれするような。マリオに起源するんだが、これは圧倒的に知らんがなですね。フラワーシチューにしとこうか。フラワーシチューだろ。惜しいですね。それは昨日のディナーでした。あ、なるほど。これ何回もやるパターンね。さあ、クイズ OK。では、いきますよ。問題です。私が昔経験したことは、何こいつ、こいつもクイズを買い上がる、まさか。ゴリラに捕まった、よし正解、そうです正解です。大変でしたが今は良い思いです。では行きますよ問題。え、レンモン、レンモンスタイル、私はどんな音楽が好きでしょうか。盛り上がる曲だろうお前絶対。よしよしよし、2問連続正解。これ何回正解すればいいの。では行きますよ問題ですって。第3問、私が苦手なものは何でしょう。お祭りは絶対好きだよね。で、人の話を聞くのが苦手な市長って、もう市長じゃないから機械の修理だ。よっしゃ OK。 え、3連続正解したらさすがに OK でしょ。え、まだあんの、何問あんだよ。ちょ待ってちょ待って、正直なご意見番として私は市長は務まってるでしょうか。もちろんだろこれは。よーし、これでもう終わりでしょ、さすがに。ありがとうございます、今後も皆さんのために頑張ります。よし、ムーンくれムーン。そういえば今日は私の誕生日なんです。いくつになってもプレゼントにワクワクしてしまいます。え、ムーンくれないのこいつマジで時間奪うだけ奪って、絶対ムーンくれると思った。むしろプレゼントねだってるしね、ありえないわ。さあということで屋上行ってみましょう。屋上なんか光ってんな。さてと、ピーチがいるかな。結構ね高いとこにピーチいがちなんで。さあ屋上やってまいりました。登ったけど高すぎって書いてあるな。あっちにもなんかあるけど、とりあえずここの屋上の右のところに、あれない、これなんだろう、これなんだろう、これって登れないの、登れなさそうだな、よくわかんねえ。ですね、ここの下にムーンが2つあるってなってる。え、どこ、全然わけわかめ。どうする、ここの下ってこと。下ちょっと降りてみようか。よいしょ、ここ落ちたら痛そうだな。あ、電線で落ちる系、死ぬなよ。オッケージーン、マリオ高さには強いですからね、足腰鍛えてるんで。あ、ここか、分かった分かった、危ない危ない、コインコイン取るなよ。あれ何、バッグが、バッグが落ちてある、このバッグ、このバッグ何、市長にプレゼントしろってこと。にしてもコインが回りすぎだろ、ちょっと。この企画知ってる、もしかして。このゲーム作った人、私がここでコイン取ったら即終了マリオやることを想定してここにプレゼント置いた。いくよ。よいしょ。オッケー。あ、あ、ちょっと待って、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って。持つ、持つ、持つ、持つ。持つ。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。ちょ待って。ちょっと待って。無理、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 無理。コイン取らないと無理ですね、これは。ゲットする系じゃないのね。多分無理ですわ、あれは。さすがにコインの間を縫っては。こっち行ってみましょう。
多分あのプレゼントパーティー、あ、プレゼントパーティーじゃない、え、何ここ、プレゼントにあれをあげたら市長喜ぶぜみたいな、そんな感じでしょうね。うわー、これ暗いからいきなりコイン取って終わりそう。ハラハラドキドキの、よし、暗がりまり、え無理じゃん。おお、ちょ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 、おい、これで登る感じね。はいはい、オッケー。これちょっとでも厳しそうだな、どう考えても。あー、くる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 、ここでドンしてもらって登ろう。あ、登れない、登れない、危ない、危ない、危ない、今危なかった。あ、ここね、ここじゃないと登れないんだ。さあ、ここでドンしてもらって、ぴょんぴょんぴょんと、危ない危ない。あ、でもこれあれだ、壁ダッシュしないといけないからコイン取らないとダメだ。諦めよう、ここは特殊ルールがゆえに諦めていくスタイル、仕方ないね。まあ、またちょっとノーマルルールの、マリオももちろんやります。今日はコインアレルギーマリオね。いや、ちょっと待って、今日1個もムーン取れてないじゃん、やばいよ、やばいっすよ。下なんもないよね、 OK。 ジーン、さてと、ちょっと待って、市長にプレゼントあげたいんだが、コインが邪魔をするな私を。ここ行ってみようか、あそこの屋上かな、なんかここの中かな、なんか入れない、なんか喋ってるぞ。このビルは点検が必要です、作業に適した服で。あ、これね、はいはいはい、服装制限なんだ。この何だったっけ、都市の街で買える、おおお、ここはまた難しそう。都市の街で買える服なんですよ、この点検服が。これどう行けばいいの、あ、これ無理じゃないこれ多分真ん中で避けろってことだよね。私避けれないわ、コイン取っちゃうから。ぶつかったらどうなる、あいつ、行け、行ってみる、よし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 、行ってみればなんとかなった。さあ、ここも、あい、あ、いてててて、て、結構食らってる、結構食らってる。これ何、これ何、あやっちまりよです、パーティーこれは無理だわ、これは避けられない